なんだよそれ。ちょっと今、はい、はい、すいません、あのムラムラしちゃった感じですかね。質問来てた。指名してるキャバ嬢に宝くじが当たったことを教えたら、普段アフターに行ってくれないのにめちゃくちゃアフター誘われるようになったんですけど、これって脈ありですよね。アニワセヨ、マサオ、イムニダ。今回も手相占いができなくても手相を見ますと書いて紙をぶら下げていれば手相占いができると勘違いして話しかけてもらえるのではないか検証してきました。なぜか男性がすこぶる怒ってたんですけど、なぜ怒ってたのかご覧ください。こんばんは。こんばんは。あのじゃあ今日手相を見てほしいということで、はい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 、あの見てほしいこと何かありますか？特に見てほしいこと。見てほしいこと、はい、2ついいですか？はい。恋愛と仕事。恋愛と仕事ですね。はい。で、あの僕マサオって言うんですけど、はい、お名前聞いても大丈夫ですか？あ、強しって言います。強しさん、はい、じゃあ早速手相いいですか？はい。お家の近くにセブンイレブンあります？セブンイレブン。セブンイレブンはないですか？セブンイレブン、うーん、そんな近くにはないですね。あの恋愛で悩んでるということなんですけども、はい、ちなみにどういったことで悩んでますか？彼女ができません。多分セブンイレブンがある、ところに引っ越した方がいいかもしれないです。なんでですか？なんでですか？いや、あくまでそういうあれが出てるんですけど、はい、多分そこのセブンイレブンでもしかしたら多分出会いがあるのかなということでセブンイレブンに出会いがある、あくまで占いですよ。はい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 。なのでちょっとセブンイレブン近くにありますかって聞いたんですけど、はいはいはい、多分ないところに住んでるんで今多分彼女ができづらい環境なのかなっていう。そうなんですね、はい、じゃあ割と結構どこでも彼女はできるんですね。セブンイレブンいっぱいあるんで。いや、まあそこにちゃんと引っ越せば、はい、半径どのぐらいの場所に引っ越せばいいですか？まあ、歩いて行ける距離なんで、まあ、遠くても1キロ以内ぐらいがいいですね。ああ、じゃあ今結構1キロ以内にありますよ。ありますか？はい。じゃあそこに買わなくてもいいんで毎日通った方がいいです。あ、わかりました。セブンイレブンに。はい。あと、あの仕事関係ということなんですけども、はい、お仕事何してるか聞いても大丈夫ですか？俳優やってます。俳優、俳優、はい、じゃ あ, あのテレビとかにも出てる？あ、これからですね、 TikTok とかにはちょこちょこ出てるんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、で俳優に関してはちょっとね、今からまだ3年ぐらいちょっと潜った感じになるんですけど、はい、あの3年後にはあの普通にテレビで、あのお見かけするような俳優さんになれると思います。3年後ですか？あの3年以内に。ただあくまで占いなんで、はい、そこからどうするかっていうのは剛さん次第になっちゃうんですけど。あ、そうなんですか。僕今日ね、占いする4組目なんですね、はい、先ほど見た3組の方結構占い当たってるって言われたんで、はい、多分あのいけるんじゃないかなって。手相では。本当ですか、はい、あ、いい手相してるんですか？はい、あのやけどでもして手相変わんない限りはやけどでもして手相変わんない限りはわかりました。あとはちょっと占いと関係なくて、はい、僕がちょっと聞いてることあるんですけど、浮気ってしたことあります？浮気はないですね。あ、昔あります。あ、昔あります。あります。それなんでしちゃいました？付き合ってた彼女との距離が遠距離になっちゃって、はい、その遠距離中にしちゃいましたね。浮気ってしていいことだと思いますか？浮気ってしていいことだと思いますか？いや、思いません。いや、思いません。なんで遠距離だからってしちゃったんですか？なんでしちゃった？いや、やっぱり気持ちの甘さじゃないですかね。こう、あのムラムラしちゃった感じですかね。まあ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 、まあ、それはこう相手にバレたりしました？あ、でもそれをやっぱ隠しきれなくて、はい、もう自分から言っちゃいました。あのしちゃったと、はい、でもう気持ちも移っちゃったんで、はい、もう別れました、その彼女とは。逆になんか浮気って悪いイメージありますけど、はい、キースは別に悪い人じゃないですよね。じゃあどうなんですかね。でもやっぱ付き合ってる彼女がいるのに、はい、別の方とそういう風になっちゃうっていうのは良、はい、くないですよね。ちゃんとけじめをつけてからやるべきでしたよねとは思う、今思えば。じゃあその浮気相手だった方とお付き合いできたってことですか？その後しましたね。それはどれぐらい続いたんですか？2年半ぐらい。2年半ぐらい、はい、その方には浮気とかされなかったですか？多分大丈夫ですか？多分大丈夫だと思います。ちょっとこの浮気のネタっていうのは結構必ず聞いてることで、で今日の本題の企画があって、はい、今日はちょっとドッキリ検証なんですよ、実は。ドッキリ検証？ドッキリ検証企画、はい、今日の撮影は、はい、何がドッキリ検証だったか分かります？手相。手相が何ですか？手相を占えない。そうです絶対そうだと思ったもん。分かりますよ。セブンイレブンだってありすぎるもんね、絶対。あ、そうなんです。ありすぎますもんね。やっぱりその確率の問題で何人かに1人ぐらいは、え、
うちにセブンイレブン近くありますって驚いてくれる方がいて、はいはいはい、今日一組目の方女性だったんですけどめっちゃ驚いてくれて、だいたい都内だったらセブンイレブン近くありますよ。なので、はい、ちょっとこのネタ使えるかなと思ってやってたんですけど、はい、いや見事に引っかかりました。ちょっと取れ高マックスですよ。マックスですか。強さんがいい方だっていうのがちょっと伝わると思うんで。絶対伝わる。いや伝わりますよ。浮気したけどちゃんと正直に言ったんで。はい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 。まあもう昔の話ですけどね。はい。手相見ればあっていいですか。無料で見れるんでしょ。すいません、ちょっとこれドッキリで本当は手相見れないのに見れるって言ったら話しかけてくるんじゃないかっていうドッキリ企画だったんです。なんでそれ。ちょっと今はい、すいません、すいませんでした。はいすいません。はい、すいませんでした。お時間と。全然大丈夫ですよ。ぜひチャンネル登録お願いします。おままごとハウスです。概要欄話していただきますんで、はい、いいんですか、はい、ありがとうございます。ぜひお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おまは。